さあそれからもう一つ、これは残念ながら鈴木選手にはちょっと関係のない質問になってしまうんですけども、独身選手に質問が来ています。最近ジュビロは結婚ラッシュですが、独身選手の皆さん結婚に関してはどう思っていますか？そうですどうぞお答えいただいてもいいです。結婚とあと好きなタイプの女性というのも来てます。では鈴木選手、これは誰から答えるのがいいですかね？まあ、やっぱり年上のヨシから。はい、結婚、はい、してますこの何とも言えない半分の笑いっていうのはどう取ればいいですか？すみません、はい、謝ってくださいはい、どうですか結婚について？どうですかね、はい、30歳ぐらいまでできればいいと思ってます。30歳、はい、はい、で、好きなタイプの女性。好きなタイプの女性、はい、なんだ、静かで色白。静かで色白だそうですよ、女性の皆さん。静かで色白。今日多分サンストリートでみんな美白グッズをお買い上げでお帰りになるんじゃないかなと思いますけど、美白だそうです。じゃあ森下選手でいいですかね、続いては。はい、結婚について。あ、興味はあります。興味はあります。面白いこといや、早いうちにしたいです。はい、お友達というか同期のもね、結婚藤井選手もされましたし、ね、はい、刺激されますか？持っていきたい。好きなタイプは人。うん、人。その例えば優しい人とか。合わせてくれる人。合わせてくれる人。はい。俺に。鈴木選手、今のご意見どうですか？俺に合わせてくれる人。どうでもいいんですか？どうも。全くね、興味ない質問続いてね。じゃあ山本選手は、まあ、18歳ですけどね、まだね、結婚とかどんなイメージが？まだ全然考えてないです。ですね。どんなタイプが好きですか？優しい人。優しい人。では船谷選手。全然考えてないです。全然。はい、はい。で、好きなタイプは？自分持ってる人。自分を持ってる人。じゃあ一応鈴木選手にお聞きします。この自分を持ってる人っていうご意見はいかがですか？それは誰だって自分を持ってると思うでしょどうですか船谷選手。あ、じゃあみんな好きですそういううちですかね、まあ、自分を持ってる人こうということですが、皆さん自分を持ってる人なんとなくイメージ湧きます？あ、皆さんうなずいてくださってますから分かるらしいです。では須崎選手は結婚どうでしょう？18歳から見て。いや、まだ全然分かんないです。考えないです。です ね、 ね、好きなタイプは？明るい人がいいです。明るい人、はい、明るいだけで OK。 元気が良ければいいというご意見に関して鈴木選手いかがですか？明るくて元気が良ければいい。自分のことをこのジュビロ磐田選手トークショーでそのネタはあまりにもねえ、私もじゃあ頑張りたいと思いますが、鈴木選手はちなみに結婚してよかったなって思うことどんなところですか？そうですね、やっぱりご飯とかまあすごい楽だし、はい、そういうまあいろいろといいですね。いろいろといいですかもっとみんなが結婚したいなと思えるようなね、こう意見も欲しかったんですけども、鈴木選手は奥様はどんなタイプの女性ですか？普通ですよ。普通、こう、まあ、自分を持っていて明るくて元気でとか。自分を持っていて明るくて優しくて俺に合わせてくれて色白です。すごい、さすが先輩はね、もう5人全部の理想を結集したような方とご結婚されてるわけですね。はい、じゃあ俺に続けって感じですね。そうですね。はい、ということで、さあ、結婚の話も出ましたが、まあ、その前にここでまた
か奈良市に戻りまして、いよいよ来週3月8日、そしてジュビロは9日の柏レイソル戦が開幕戦、そして15日にはエコパでホーム開幕戦ガンバ大阪戦があります。2008年シーズン、ジュビロにとっては15年目のシーズンがスタートしますので、またそのシーズンに向かって、ここで最後になりますけども、選手の皆さんから一言ずつ意気込み、そして目標を聞いていきたいと思います。じゃあ鈴木選手にこの答える順番を決めていただきたいと思います。今シーズンの目標、意気込み、どちらから。僕からいきます。僕からですかいいですか、皆さん。決めました。ということは須崎選手が一番最後。そうですね、多分ドカーンとやってくれる。ドカーンとねドキドキしてきました須崎選手。はい、では鈴木選手からお願いします。そうですね、頑張ります頑張ります。では太田選手。皆さんが期待しているような攻撃ができるように頑張ります。では森下選手。試合に出れるよう頑張ります。チームがタイトル取れるように頑張ります。チームがタイトル取れるように出る。はい、では船谷選手。チームのためにできることを精一杯やって優勝したいです。優勝宣言。さあ須崎選手が前、ちょっと待ってね、マイクを握り直して、せっかくだから立ってもらいましょうか。須崎さんね、真ん中出てってもいいですよ。はい、どうぞ。また練習して、自分はまだまだと思ったんで、まずはその試合に出る人たちが本当にいいパフォーマンスができるように全力にサポートすることと、まあ、あといざとなった時は出れるようにしっかり準備して、チームが優勝できるように全力で頑張りたいと思います。素晴らしい。ね、もう意気込みが出ました。鈴木選手頼もしいですね。そうですね、ね、最近の若い子はしっかりしますねしっかりしてますね。ね、同じディフェンダーでこれからまたライバルとなってね、戦っていくポジションでもありますけども、ね、あの最後に本当にいいコメントが聞けてよかったなと思います。あの皆さん本当に今日は握手会、トークショーお楽しみいただけましたでしょうか。今年のジュビロ、本当にチーム一丸となって優勝を目指して、サポーターの皆さんが楽しんでもらえるような、そんな試合をしていきたいということで、選手の皆さんも頑張ってくださると思います。改めて今日ここに参加してくださった6選手の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。太田選手、森下選手、山本選手、成谷選手、須崎選手、退場となります。どうぞ大きな拍手でお見送りください。ありがとうございました。